原発ゼロまであと18日。今日は脱原発運動で大阪府警に7ヶ月以上逮捕され、先日無罪を勝ち取った前田隆さんのお話をお聞きします。原発運動だ。そうか。脱原発運動で大阪府警に捕まったことが、先日、無罪だったということが、無罪判決が出ました。無罪判決が出た。おめでとうございます。前田さんです。こんにちは。はい、どうもありがとうございます。本当におめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい。去年の10月5日、はい、関西電力本店前で反原発運動のデモに出たときに、はい、周りに転ばれて、転び工房ってやつなんですよね。そうです。障害と、公務執行妨害で、中に入ってたのは7ヶ月と19日。7ヶ月か、すごい長かったですね。で、昨日判決だったんですけど、求刑が2年6ヶ月。求刑が2年6ヶ月どういう、はい、判決で負けてたら、裁判で負けてたら2年6ヶ月、うん、そうですね、はい、懲役ってなるの。それが、裁判官は正しい判断をしてくれたようで、無罪になっちゃいました。でも本当に良かったですね。ほっとしました。ほっとしました。どうぞ2人で座ろうか。大丈夫かな。そう、これ同じ今ね、 T シャツを、あ、これは再稼働反対 T シャツなんですね。この再稼働反対 T シャツの売り上げが、本当仲間たちが捕まっているのを、釈放する運動に使われるよということで、みんなで、そうですね、福井の同意のオキパイ運動の時に、うんうん、持ってかれた K さん、そうね、 K さんのために作った T シャツです。みんなで手がつながってる、自分らの戦闘服みたいになってます。ねえ、でも本当にお疲れ様でした。7ヶ月長かったですよね。長かったですよ、今思ったら。私、面接に行かせていただいた時に、はい、すんごく寒くて、拘置所初めて行ったんだけど、ものすごい寒くて、上を3枚、下を4枚重ね着されてるとかいうことをお聞きしてましたが、体調は崩されてないですか？暑いのも寒いのも大丈夫なんで、全然元気にしてます。よかった、本当に。あと、まだ大阪府警の中に、その脱原発運動でこう捕まってる人は瓦礫だね。そうですね、瓦礫の、11.13 の瓦礫の市民説明会の時に持ってかれた仲間がまだ一人、とあれでたままです。その方は今どのぐらいの期間、まだ拘置所に入ってらっしゃるんですか？11月からだと11月なんで、もう9ヶ月。一番長いよね。一番長いのか。そうですね。もう完全黙秘で、監獄不転校でやっとるんで。で、弁護士さんもつけないで、自分でお国相手に喧嘩売っとるんで、まあ、ちょっとしばらく長くなりそうだと思いますね。弁護士さんもついてない状況なんですか？そうですね、全部自分一人でやられてますね。交流時請求とかも全部自分でやられてるらしいです。それはあれ、弁護士費用を他にみんなに負担させるのが嫌だから、もうなんか人独特のもう自分はこうやるっていうんで、他の人はもう手が出せない状態ですね。でもなんか言ってた、出そうと保釈を求めたりせずに、もうそもそも捕まえたことが、お国にお金払おうって言えばで全部あかんのやって、それやったら貧乏人はずっとおれっていうことかな。なるほどなるほど。だからなんで お神に頭下げてお金払おうってまで全部あかんのにやって、元から元から入れられてること自体が不当なんだから、はい、だから出るんだったら保釈じゃなくて無罪で出る、そう、無罪ですよ、出なさいよって言うなら出るけど、保釈で金払うてまで出してほしくないってという戦い方を貫いている。強い人ですわね。え、本当にね、頭下がりません。前田は絶対そんなこと出てこない。何をおっしゃいます。前田さんはどうやって出てこられたんですか？無実になったから、じゃないね。
あの保釈金積んで出してもらいました。保釈金ってちなみにいくらぐらいだったんですか？あの200らしいです。それはみんなでカンパしたこの T シャツの売り上げで、はい、これって無罪になったからって保釈金返してもらったりするんでしたっけ？ああの保釈金はあの一応もうあの自分は一応無罪であの判決決まったんで、うんうん、それで返ってきます。おうーん、そこはねえ、はい、選挙より、選挙より前が被告人が亡くなってますから。なるほどね。昨日まで刑事被告人だったんですけど。ああ、そうだったんですか。なんか前田さん。カッコつきなんですけど、一応無罪なんですよ。うん。一応無罪方面なんですよ。なんかテレビでこう捕まったことについて、あの、なんて言ってたんでしたっけ。こう断言されてましたよね。はい。捕まったことに関して、はい、弾圧だっていうことをテレビで、うん、こう断言されてて結構反応があったんじゃないかなっていう気がするんですけど。いや、それは間違いないと思いますよ。完全に自分たちを潰すために、うん、あの自分が捕まったんだと思ってます、うんうんうん、私もそう思います。うんうん、大阪は10人以上の方が脱原発運動や瓦礫の反対の運動で捕まったんですよね。はい、はい、あの自分の後にみんなが続いて持ってかれた時はしんどかったです。うん、あ、自分がいらんことしたから持ってかれたんだと思ってずっと思っとったんですけど、いや、そんなことないってみんな言うてくれるんですけど、最初は本当ないと思う。1人持ってかれ、2人持ってかれした時はすごいしんどかったです、中では。うん、まさにしんどがらせるためにああいうことをするわけだもんね。そうだと思ったんで、もう絶対負けんどと思って、何やる、何やるんだから中で弱音吐いたことは一回もないです。もう本当にどうやってその冗談でね、あの夜中に一人で枕に濡らしとるよとかって冗談で言ったこともありますけどそんなこと一切なかったです。本当にずっと右手握りしめて絶対負けんど、絶対負けんどって、それでずっとあのテンションを保ってました。うーん、7ヶ月本当に本当に本当にもうよかった。このみんなの話を総合すると、うん、中に入っとるものより外であの自分の、あのために燃えてくれた方の人が、人の方が絶対しんどいと思います。いや、もうそれはどちらがどうじゃないと思うよ。うん、やっぱり本当に中におったらね、あの3食昼寝、ね、仕事もねんねーし、早く何を働かんでも怒られんし、ただ外の人はあのくっそ寒い時にね、あのあんだけ動いてくれて、毎日毎日あの面会来てくれて、どんだけみんなの世話になったか思うたら。あの福岡であの女性の方が経団っていうのを書かれてるんですよ。そうそう、女性の方がね、あの瓦礫をあのいつもパオンと一緒に話してるんですよ。ああの経団のことを思ったら、うん、私ら楽じゃねえって、こんな辛いじゃしんどいじゃ言うとってもあかんねえって、こんなことなんともないよって、私ら外で好きにできるんやからって。パオンちゃんっていうのがこの写真で一緒に写っておられるマスク姿の女性なんですよね。そうです、はい、パオンちゃんもあの瓦礫の説明会の時だったよね。説明会の時にあの連れて行かれて、何ヶ月になるのかな、結構長い間。パオンは2月の25日に保釈されるまで。うーん、寒い間ずっとね。わかりました。はい、あのまだ、前田さんは無実だっていうことで判決が出たんだけど、おそらくまた大阪府警は、まあ控訴すると思います。100%。そうなった時にやっぱり民からの力っていうのが大事かなと思うので、うん、本当に暴力を振るったわけでもない、デモに出ただけで市民が逮捕されるような世界がおかしいんで、前田さんを告訴するなっていうことと、あともう一人まだ出てこれないお友達、仲間を返してっていうことを、ぜひ06-6943-1234番の大阪府警察に皆さんの声を届けてもらえたら嬉しいです。お願いします。頑張りましょう。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。